生きてる時から天神様は史上最年少で文書博士ってくらいもらって、ものすごい頭のいいアインシュタインを超える天才だったんですよ。感じで天神様を活用すると人間の持っている脳の力をフル活用できるように脳みそを改造してくれます。頭脳とか自分の天命を全うしたい人はすごい強力な守護をしてくれます。はい、どうも。今日はですね、天神様について詳しくお話しいただければなと思います。僕の実家ですね、すごい変わった宗教一家だったんですけど、はい、おじいちゃんが昭和20年代に、戦後間もなく料亭の跡地に家作ったんですね。料亭の跡地なんですよ、まあ、向こう島地区のね。それでそこの一軒家の2階に天神様のご神木が床の間に目立ったんですよ。2階の床の間に天神様のご神木は切って、持ってきたのを埋めてあったんですよ、はい、めっちゃ変な家ですよね。ご神木家に入れます。僕子供の時にそのね、ご神木が匂いがしたのね、はい、すごくいい匂いがして、はい、この木いい匂いするって、僕天神様の木を撫でながら育ったんです、変な人ウッディーな香りがするんですよ、すごく藤の木、はい、天神様の藤の木を昭和20年代に埋めたのをそのまま、ずっと家と一緒に古びたしなびたいい感じになって、もう黒くなってですけど、この一生懸命撫でて、はい、ああいい匂いがするって言って、それで天神様の当時の宮司さんとうちのじいさんが懇意にしてて、家作る時にお祓いしてちゃんと木を一本いただいて、それを埋めたらしいんですよね。うちのじいさんばあさん聞いたんですけど、そんな変わったことする言えないですよ。ご神木家にいるとか超怖いですもん。たたられますよ、失敗したら。ただまあ天神、当時のその天神様の懇意で、まあ懇意があったから懇意でくれたものなんですね。ちゃんとお祭りして、あの神棚のところに設置してあったんですね。で僕はその木を撫でながら神様に毎日お祈りしてたんですよ、もう高校中高時代に。だからあれなんですよ、天神様にすごい親近感、それ亀戸天神なんですね、はい、で亀戸天神って菅原道真の孫が作ったんですけど、典型で、そうなんです、うん、で菅原道真さんって京都 の北の天満宮ってとこが家がもともとあって、うん、あの人が太宰府の土地に左遷されて、はい、まあ失意の地にね、天皇の皇位を乗ろうとしてるって嘘を藤原の時平治平っていう人が嘘追放したいから嘘言って、それを醍醐天皇は藤原の時平治平にマインドコントロールされてたんで、時平が言うことは本当だって言って、なんか頭おかしかったんで、道真さんが追放されちゃって、もう話聞かないからもう渋々行って、で結局船で太宰府まで行ったんで、で失意の地に亡くなったんですけどね。それで亡くなって、その遺体を京都に持って帰るときに牛舎、昔平安時代牛じゃないですか、牛舎が遺体を乗せたまま動かなくなっちゃった、はい、でどうしても牛が動かないから、そこに遺体を埋葬しろっていう天神様のご意志、当時の道真公のご意志だったことで埋めたんですよね。それで道真公の子孫が代々今でも管理しているのが、皆さんご存知の太宰府天満宮、あれ下がお墓なんですよ。お墓の上に創廟としての神社があって、だから遺体を参拝してる感じ。その時に、まあ、骨壺なんですけど、その骨壺をどうも息子さんが三男だったかな、分骨して、それを茨城の日立の国司に任命されたんです、三男が。それでその日立国の国司になる時に持ってたんですよね、はい、骨壺を。それを大野郷天満宮って茨城にあるんですけど、そこは道真公のお墓あるんですよ、太宰府の分骨、はい、お墓があって天神さんがあって、僕そこでご祈祷したことあるんですけど、茨城住んでたんで、これ墓があるのって2箇所だったなと思って。みんな知らないんです、太宰府と大野郷に実は2箇所道真公の遺骨あるんですよ。2つもあるんですよ。太宰府天満宮、太宰府天満宮と大野郷天満宮っていう、うん、2箇所あるんですけど、そこで遺骨は管理されています。それで道真公自体は亡くなった後に御所の清涼殿に落雷があったりして、その道真公に対して反旗を翻した藤原氏とかが雷に当たって爆死しちゃったんですよね。それで
びっくりして、その時のショックで病んじゃって、そのすぐあと1年以内に醍醐天皇、要するにその時の天皇も死んでるんですよね、はい、それでもう都がたたりだっていうんで大混乱になって、それで京都に住んでいる霊能者の女性がいて、その人に道真の霊が降りて、北野にお社を作ってくれと。もともと北野って唐井天神っていう雷の神様を祀ってた場所なんですね、はい、北野って。そこに道真公が亡くなったもんだから、そこに祀りになったもんだから、唐井天神、雷の神様の化身だってことになって、もともとある唐井天神の信仰と道真公の信仰が合体して、はい、そこに北の天満宮ができたっていう、もともと唐井天神、雷信仰の聖地があるところで雷が京都に起こって、道真公の霊が霊能者に降りて、それで作ったもんだから合体しちゃったんです。なるほど、これみんな知らない、うん、でそこの北の天満宮 の、 天神様の信仰と、お墓があるところの太宰府の信仰と、でまあ二律でやってるのが今の展示さんで、分社は多分1万社超えてるんじゃないかな、全国にいろんな展示さんありますよね、はい、あれみんな展示さんの分身なんですよ。だから亡くなってから、僕が聞いたところによると、なんか350年ぐらいは地獄に起こってて、すごい低いところにいたんだけど、そこ改心されて天満大自在天神、天が満ちる大自在な天神っていう名前を、まあ、天界からもらって、それで6000体の分身を出せる、大自在天のくらい6000体分身出せる。だから天神さん多分6000社以上あるんですけど、そこの天神さん、天満大自在天神の6000の分身、まあそれぞれ神社でできて、結局日本の天神信仰っていうのがそれでできたっていう感じですよね。はい、こんなこと言ってる人はいないと思うんですけど、うち天神信仰だったんで覚えてるんです。はい、結構ってことは天神様でも生きてる時から伝われてる。そう、生きてる時から生きてる時から天神様は史上最年少で博士、文上博士ってくらいもらって、もうものすごい頭のいい、今では IQ がめちゃくちゃ高い、はい、多分200以上だったんじゃないかな、うん、当時の天才だったんですか。アインシュタインは氷天才だったんですよ、はい、でそれのもうあらゆる学問をマスターしてた人だから、学問の神様、はい、で分かりますよね、はい、そういうことで要するに今で言う東大をずっと指摘だった妙な人で、もう天才中の天才だったんですよね。だからどんな難しい勉強でも簡単にクリアできるから、今受験生展示生行くじゃないですか、ああいう日本の展示信仰になってるわけですよ、ね、知恵が冴えるんですよ、とんでもない知恵が冴える。で僕も伝説があって、高校生の時に、中学3年生の時にわざと僕部活ばっかり出て勉強しなかったんですね。でもともと地頭がいいのに、なんで宇佐君勉強しないんだって言われて、大丈夫先生、僕はね3ヶ月でね高校クリアできるからって言って、もうどこの高校受けても受からないっていう、あるじゃない、全国模試があってやばいって、それもういい判定みんな、もう吉田君ダメだね、どこ向けとかないって先生がへへって鼻で笑ったんですよ、うん、先生僕やめても困っちゃ困りますよ、3ヶ月自覚だよって言ったら、僕受験した高校最高得点だった。なぜかって言ったら、湯島天神ってあるんですよ、うん、あそこで願掛けしたんですよ、最高得点でここありますようにって、そしたら本当に最高得点があるんですよ。だから霊力ありますよね、信じて拝んでて必ずできると思って3ヶ月で集中して勉強したら最高得点でした。ただ地頭がいいからできるんですけど、ただやらなかったです。やったらそう、大学もちなみに最高得点ありました。そうなんですね、学校から電話かかってきました、はい、高校も大学も電話かかってきました、はいはい、って感じで天神様を活用するとあなたも最高得点が取れますっていう、その知恵が冴えるんですよ、うん、非常にその人の持っている学問力、分析力、累積力、想像力、知力、胆力、そういったものを全部、記憶力、累積力、想像力とか全部、人間の持っている脳の力をフル活用できるように脳みそを改造してくれます。うん、実はそういうすごい働きを持ってるけど、ほとんどの人は受験の神様ぐらいしか持ってないから、非常にもったいないんじゃないかなと思って、うん、はい。もっとね、頭探したい人、天才性を、脳の力をフル活用したい人、潜在能力を開きたい人、単純にペーパー転職になりたい人、天才性を発揮したい人、もうぜひ天神様行って
頭脳とか、うん、あの自分の 天命を全うしたい人はすごい強力な守護をしてくれます、はいはい、なので僕は非常にあのおすすめします。ちなみに21歳の時に守護霊が天神様になっちゃって僕とんでもない霊力もらったんで呪術力、うん、要するにあの霊力ですね、これもくれます。これ裏情報ですけど、うん、祈ったことがすぐ叶いやすくなります。だから非常に天神さんをバックアップですけど無敵になるので僕はお勧めします。はい、はい、天神さんの、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。